したのか、これは非常に興味深いというところがあります。川崎ブレイブサンダースです。ニューエイジャー平均得点が仮に1点だとしても、ファジーカスに入る、おなじみのプックショットです。川崎はあのトライテーションドライブに対してしっかり寄れてますね。スリースリーポイントで一旦逆転です。ここはちょっと大のあるオフェンスリバウンドからスコアです。バジーカス篠山中に入れた、スリーツーエファバスケットカウントです。早めにファールしたかったところだったでしょうけどもね。そうですね、ここでキー選手が狙った段階で、まあ、早めに、まあ、押してはいるものの、決勝戦に出たその経験があります。ファジーカス入ってきた、アレンダーダック大裏ケジで抜いて浮かせたシュートは落ちて、ゴールブロックキープ、やってみてバスケットカウント。藤井のファール、あ、ここか、映像上は長谷川、藤井へ中キープ、空いていた、ヘルプ、クラーク、ボードを使ってファジーカス、藤井、ファジーカスへ、キースが前にいる、キース、決めた。やってきました。そしてアレンへ取った、アレン決めた、マジーカスからね、ラジンスキースクリーン、佐々木は上に戻ってきます。ちょっと滑ったか、スリーポイントでいった、おーこれを決めた、今のスリーポイントでシルブインも出てきましたね。改めて、はい、ここはペイスエリアを1回攻めて、はい、ちょっとここはゴールしなくて、はい、できたんですよね。まあ、あれがまあ滑った。エンドスロー、3円です。中でナジウスキーです。タイムアウトは川崎、後半の1つ目。点差開いてても、こういう連続失点はチームとしては避けたいですので。佐々木から大浦。ダジウスキーからクラーク通っています。5秒4秒飛ばして大浦、外から沈めた、 0.2 秒残ってここで試合終了です。